はい、今回も麻生財務大臣についてちょっとお話してみようかと思います。まあ私のお話というよりも、三橋隆史さんが最近更新されたね、本当につい数時間前に更新された動画なんですけども、こちらの方でね、本当にその通りだなってことを言ってくださいました。麻生財務大臣は実はね、正しい貨幣観を知っているんですよ。で、やっぱり昔からそうでしたよね。なのになぜね、今公式会見では財務省の言いなりになっているのか、そういうことをちょっとね、3点ぐらいにまとめて三橋隆史さんがお話してくださってます。まあ結論としてはこの人は最悪だと言ってますよね。私もそう思います。麻生財務大臣は財務大臣になるべきではなかったのかなと思いますよね。もしくは今そういう地位にいるんですから、何をすれば日本国内の問題が解決できるかは知ってるわけですから、財務省のために働くんではなくて、あくまでもね、国民のために働いていただきたいですよね。そのために私たちは麻生財務大臣をその国会議員として送り出したはずなんですよね。まあ去年までね、あんなこと言われてたとは私も知りませんでしたけどね。これはどういうことなんでしょうか。まあそれではですね、その三橋隆史さんの番組の中のちょっと音声だけになりますけども、ご覧いただいて、そしてね、全編をご覧になりたい方は URL を動画概要欄につけておきますので、そちらの方からご覧ください。16分ぐらいのね、三橋隆史さんの動画になっておりますので、そんなに長くはないと思います。それでは音声の方まずはどうぞ。実際はもうレトリックとしてもデタラメだし、わかりますよね。感じ悪い。これ何が問題かというとね、麻生太郎は正しい貨幣観持ってるんですよ。持ってるの？だって2009年から2012年ぐらいにかけて私いっぱい講演読んで、それで私の前で財政破綻の否定をずっとしてましたよ。財務省は国の借金が積み上がったら金利が上がって破綻するって言ってるけど、金利は下がってるじゃないかと。これおかしいと思わないがおかしいよ、なんてこと言ってたんですよ。似てるけどね。本人の周りもやったから、このゲーム。そうね、まずは。2020年までね、彼は講演では、はい、国の借金じゃありません。政府の借金。政府が借りている。貸しているのが皆さんです。はい、これでなんで破綻するんですか、本当に返さなくちゃいけないんだったら、現金収支って返さばいいじゃないですか。こんなこと言ってたんですよ。昨年までですよ。つい先までですか？昨年で2020年だよ。じゃあ講演で。講演で。うん、でも財務大臣としては、いや、君の現金給付求めてるけど、将来世代のために借金残していいのかみたいな言い方するわけ。これまで30年最悪の。一つ目は分かってるくせに嘘言ってる。二つ目はですね、この困ってるから現金給付してくださいって言ってる人に対して、うん、こいつは子孫のことを考えない無責任なやつだってレトラリーしてるんです。わかりますそこ、ね、はい、で3つ目の麻生太郎は2008年から2009年にかけてメディアからこういう攻撃を散々受けただろうと印象操作されてる場合、うん、例えばなんか溝を言うって言うんだとか、うん、カップラーメンの値段わかんないとか、ホテルのバーで借りるんだとか、だったんだけど、そういう攻撃をお前受けただろうと、うん、それを今お前国民にやってんだと、最低なのこの男は。30年の意味で、本気で国の借金なんかするから将来世代につけることはいけないと思ってるのはまだわかるんだけど、この人は知ってるんですよ。知ってるか。でなんでそんなことができるんだって話。だから違います。結構ですよ。